親愛なる皆さんへ。今日という日は、あなたの人生の残りの部分が始まる最初の日です。過去に何が起きたか、これから何が起こるかに関わらず、今日、この瞬間から、あなたは、人生を、自分が望む方向へ、よりよく変えていくことができ、あなたには、その力があります。あなたの人生を変えることができるのは、あなただけです。今日に至るまでの選択、言葉、行動、それらが、あなたの今を作り上げてきました。あなたは、あなたが選んだ人生を生きています。一人一人が自分が選んだ道を歩んでおり、どのような経緯があったにせよ、他の誰かが関わっていたとしても、あなたの現在の状況は、あなた自身に責任があるのです。この言葉が少し厳しいように感じるかもしれません。しかし、地球上のすべての人の行動や反応は、幼少期から学校や友人、そして社会から受けた影響によって形成された信念や習慣に基づいています。そして、あなた方は、その影響を通じて、自己の信念体系と条件付けに従って、行動し、反応しているというのが事実です。好かれたい。仲間入りしたい、友達を作りたい、認められたいなどという願望は、良い結果も、悪い結果ももたらす可能性があります。個人的な悲しみ、感情的なトラウマ、身体的、精神的、感情的な虐待、愛情不足、貧困など、これらすべてが、自己愛、自信、自己意識の欠如につながる可能性があります。いくら行動しても、負のサイクルが続き、最終的に、人は、自分が、苦境に陥っていると感じるのです。あたかもその状況は、他人が自分に押し付けたように見えるかもしれませんが、実のところ、自分のネガティブな信念と、自分自身への愛の欠如が、そのネガティブな現状を引き寄せているのです。しかし、あなたの人生にポジティブな変化をもたらすことは、とても簡単です。それは、その必要性を認識し、受け入れることから始まります。現状を否定すれば、負のサイクルを永続させ、同じ過ちを繰り返し、間違ったタイプの人々を引き寄せ、経済的な豊かさの欠如や、病気が続いたり、虐待のサイクルなどが延々と続きます。変化や心の解放が必要な理由が何であれ、例えば感情的なトラウマは原因が明らかでない身体的症状として現れることがあります。そしてその問題の根本を明らかにするためには、ヒーラーや霊能者、またはスピリチュアルカウンセラーの支援が必要になることがあります。感情的なトラウマや過去の重荷から解放されることで、あなたは余分な負担なしに自由に自分の人生を歩むことができるようになります。ですから、そのために時間と労力を投じる価値があると信じてください。現在、世界は人々のネガティブな感情に圧倒されており、その結果、世界規模での大きな激変が起こっています。世界の問題は膨大かもしれませんが、感情的な重荷を手放し、創造主の光をもたらす一人一人の影響力は、決して過小評価できません。過去や、事故に関するネガティブな信念を手放すことで、あなた方はより多くの光を取り込み、より明るく輝くようになります。そして、あなたが自分自身を癒すとき、周囲の世界も同様に癒されます。それはとてもシンプルなことです。
私はセントジャーメインです。あなたに祝福がありますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。